鈴鹿八体が行われる鈴鹿サーキット鈴鹿八時間耐久ロードレースはフィム世界耐久選手権の一戦として毎年夏に鈴鹿サーキットで開催される日本最大のオートバイレース通称鈴鹿八体、八体夏の鈴鹿を彩る名物レースの一つでオートバイによる八時間の耐久レースである2017年現在は午前11時30分にスタートし 日暮れから日没をまたいで終盤は、ナイトレースとなり、午後7時30分を過ぎた直後に、トップのチームがゴールラインを通過した時点で終了となる。1978年から開催され、1980年からは、世界大級選手権レースの一つとして組み込まれ、特に1980年代から1990年代初頭は、日本のバイク人口のピークと相まって、 大いに盛り上がった。当時の鈴鹿市の人口は約14万人だが、1990年の決勝レースはそれをはるかに上回る16万人の観客動員を記録、さらに大会期間中の延べ入場者数は36万8500人を記録した。時代とともに二輪車販売が大幅に減少してもなお、ロードレース界における夏の風物詩として、 国内有数の集客を誇るモータースポーツイベントである。1984年より日本コカ・コーラが冠スポンサーとなっている。例年の冠タイトルはコカ・コーラだが、一時期コカ・コーラゼロ、または姉妹品、スプライトの冠だった年もある。かつては世界を目指す若手ライダーの登竜門的な存在であった。ケビン・マギー、ケビン・シュワンツ、 マイケル・ドゥ・ハンラは、鈴鹿八代の活躍で、WGP の切符を掴んだ。ワインガードナーは、無名時代の1981年に、初出場ながら、ポールポジションを獲得したことがなお知られるきっかけとなった。そうして、成長を遂げた彼らの海外における活躍と、愛前後し、WGP を退いて間もないケニー・ロバーツと、全日本の大一人者、平忠彦による、 コンビ結成も大きな話題となり、以後日本の4大オートバイメーカーが偉人をかけて、WGP やスーパーバイク世界選手権からトップライダーを送り込んだため、1980年代中盤から1990年代の8体はさながら、レーシングライダー世界一決定戦とも言うべき、活況を呈していた。近年は、モートジッピーとの日程重複やレース自体の、 過酷さによる消耗を嫌って海外ライダーの参戦が減少傾向にあるもののレギュレーションの変更などによる運営上の試行錯誤や全日本選手権等を戦う日本人のエース級ライダーによって以前には去るとも劣らない熾烈な戦いが繰り広げられている。決勝前日には MFJ の国内ライセンスあるいはフレッシュマンライセンス所有者のみが参加できる。 鈴鹿4時間耐久ロードレースも開催される。またオートバイによる来客が多いことにちなみ、二輪車をメインとした市内パレードも模様される。かつては暴走族が数千台規模で集まり、警察が出動したこともあった。前夜祭りには、コース上で、ナイトピットウォークや、バイクパレードなど様々なイベントが行われ、家族連れで大変にぎわっている。 2000年には TRF がヘリコプターを使った演出とライブで前夜祭りを盛り上げ、キャンギャルオンステージが行われるなど盛大に行われた時代もあった。近年は来場者とレースをもっと近くに、とのコンセプトから大きなステージは作らず、ナイトピットウォークに時間を割くようになった。2010年からは SKE48 が鈴鹿サーキットモータースポーツ応援団として参加し、 コース上でライブをするなど、新たな盛り上がりを演出している。非公式ながら、八対万と呼ぶ、二人組のキャラクターも出没し、来場者との思い出作りに花を添えている。1980年に世界選手権シリーズに昇格するまでの時代は、レギュレーションが緩やかであったため、ホンダ CBX1000、川崎 Z1000、鈴木 GS1000、 からヤマハ RD350 までの市販車改造車とホンダ RS やヤマハ TZ などの巡ーサーが暮らすわけもなく混装していた。その中で 500cc 単気筒エンジンを搭載した40馬力ほどのプライベーター製車両が8位入賞するなどの出来事もあった。TT 回一時代は前輪に肩持ちハブセンターステアのユニット、後輪に肩持ちスイングアームユニットを持ち、 かつメインフレームがないエルフのような意欲的なマシンや、あえて軽量コンパクトさで勝負に挑んだ、ホンダ CBR600、トラストでチューンされたターボチャージャーを搭載する、鈴木 GSX-R400、ヤマハのフレームを使用した、BMWK75 など、プライベーターでは、個性豊かなマシンが出場していた。近年は、学生を無料で招待する、ヤング割ゼロ円キャンペーンや、 大人一人分の料金で子供5人が無料入場できる子供と一緒にキャンペーン。さらに2017年には国際レーシングコース横の交通教育センターでレース中にアーティストのライブを行う8フェスなど新規ファンの開拓にも力を入れている。従来の鈴鹿8体は選手権の序盤に行われてきたが選手権のプロモーターである。 ユーロスポーツイベントの代表フランスワリベーロが2017年の選手権は2016年9月に開催予定のボるドール24時間で開幕させ年をまたいで2017年7月の鈴鹿8体を最終戦にすることを発表した2019年2月モビリティランドとフランス西部自動車クラブは鈴鹿サーキットトルマンの友好協定を締結これにより 鈴鹿8体でのヨーロッパトップチームにルマンアワードをルマン24時間耐久ロードレースでのアジアトップチームに鈴鹿アワードを贈呈するなど取り組みを行っていくと発表した鈴鹿8体のテーマソングとして白井が作詞作曲した楽曲である決勝レースの前夜祭りとして白井カコ＆クレイジーボーイスが鈴鹿サーキット内の特設野外ステージでライブネクストゲートライブを 観光、大成功を収める。レースの前夜祭りに、野外ライブが行われるのは、鈴鹿サーキット史上初めてである。このライブの大成功が、きっかけとなり、以後の鈴鹿八大では、毎年必ずミュージシャンによる前夜、祭りライブが行われることとなった。AAB2019 から20フィーム世界、耐久選手権最終戦。 コカ・コーラ・スズカ8時間耐久労働レース第43回大会開催日決定のご案内株式会社モビリティランド鈴鹿8体2017年はフィーム世界耐久選手権シリーズ最終戦にその理由とはレスポンス2016年3月3日フランス西部自動車クラブ株式会社モビリティランドルマン鈴鹿サーキットに関する有効協定締結について モビリティランド。2019年2月24日閲覧。鈴鹿サーキットモータースポーツライブラリー。鈴鹿サーキット。2016年3月9日閲覧。鈴鹿8体。トップ階層の川崎が残り2分で悲劇。ヤマハが暫定優勝オートスポーツウェブ。2019年7月28日閲覧2019。コカ・コーラ鈴鹿8体レース結果に関する。 ご案内鈴鹿サーキット。2019年7月29日閲覧。AB 辻野広士。鈴鹿8体が行天の秋開催11月1日決勝に、延期。2020年7月26日閲覧。コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会の開催延期と、第52回 MFJ グランプリスーパーバイクレースイン鈴鹿の中止について。 株式会社モビリティランド、https コロンスラッシュスラッシュ www.mobilityland.co.jp スラッシュ p r e s s r o m スラッシュスラッシュ2020スラッシュ04スラッシュ04278 pdf2020 年7月26日閲覧。 コカ・コーラスズカ8時間耐久ロードレース第43回大会の開催中止について株式会社モビリティランド h t t p s w w w m o b i l i t y l a n d c o j p p r e s s r o m スラッシュ2 0 2 0 0 8 0 8 1 2 8対 pdf2020 年8月12日閲覧鈴鹿サーキットコカ・コーラ 鈴鹿八体第41回大会の隠しチケットを4月28日に発売オートスポーツウェブ2018年3月9日同日閲覧鈴鹿八体をシリーズに組み込むユックの放映権を日本テレビが獲得2020年までの配信放送が決定オートスポーツウェブハットただし2019年シーズンは一部時間帯でプロ野球中継ファンベースボール 巨人阪神を放送するため、該当時間帯は、サブチャンネルにて放送した。中日スポーツ会一特別号17面、2016年10月。ありがとうございます。